アルバート・エドワード・サモンズは、イギリスのバイオリン奏者、作曲家。ロンドンの生まれ。父や兄から、バイオリンの手ほどきを受け、ビルヘルム・ベルンハルト・モリーク・モンカのジョン・サウンダースと、ウジェーヌ・イザイ・モンカのフレデリック・ウェイスト・ヒルを呼び、アルフレード・フェルナンデスに短期間指持した後は独学で、技法を習得した。1908年、ワルドルフ・ホテルで演奏しているところを、 トーマス・ビーチャムに見出され、ビーチャムが新しく設立したオーケストラのコンサートマスターに迎えられ、一躍脚光を浴びる。1910年からは弦楽四重奏に興味を示し、自らロンドン弦楽四重奏団を立ち上げ、1919年まで活動した。1911年には、ジョージセイの常任音楽家に指名された。 第一次世界大戦中は、この F 表の楽隊でクラリネットを吹いていたが、この頃にピアニストのウィリアム・マードックと知り合い、後にーを組むようになる。1939年からは、ロンドンの王立音楽大学で教鞭を取り、1944年に CBE を除勲。第二次世界大戦後から、パーキンソン病に罹患し、病の更新により1948年で、 演奏活動から退き、1954年に大学職から引退した、サウスディーンにて死去。アルベルト・エドワード・サモンズ。2016年4月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年4月7日閲覧。 http://www.hyperion-records.co.uk-see.asp.c="c520", about this recording.2016 年4月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年4月7日閲覧。ありがとうございます。